オリンピックという大きなイベントを控える2020年、江原博之さんがそんな2020年を迎えるにあたっての経済面での心構えを教えてくれました。キーワードは、破綻、ゼロからの再出発、今こそ始まりの年へ。2020年を表すキーワードは、ズバリ、破綻、です。修復しようのない状況になることを指す言葉ですから、何か恐ろしいことが起こるのではないかと不安になるかもしれませんが、最初に2つのことを申し上げましょう。まず1つ目、これは予言ではありません。こうなると決まっている未来などないからです。私はいつも、運命は決まっていません。運命を切り開くのは自分、そしてどんな未来にするかも自分次第です、と言っています。破綻というキーワードを聞いて怖いと思うなら、破綻しないようにすればいいだけなのです。大事なのは謙虚に、聞く耳を持つこと。人は聞き心地のいいことだけに耳を傾け、それ以外は右から左へと聞き流してしまいがち。特に、自分だけは大丈夫、と根拠もなく言い聞かせたり、何かあっても誰かが何とかしてくれる、と依存したりして、不安な気持ちから逃れようとします。それこそがまさしく破綻の始まりと戒めましょう。そして二つ目、何事も備えをしなければ、足をすくわれます。逆を言えば、現実を受け止め、冷静に足元を固めれば怖くはありません。破綻を防ぐことだってできますし、周囲の破綻に巻き込まれることもないのです。時代を少し振り返れば、日本や世界には大きな転換期がいくつもありました。荒波を乗り越え、新しく時代を築いてきた先人たちが持っていたのは柔軟な想像力や対応力。そしてたとえ痛い目にあっても、失敗を失敗で終わらせず肥やしにする姿勢です。私たちには歴史に学ぶ知恵があります。破綻を招く原因を分析し、防ぐ準備を淡々と進めるだけです。これから一つずつ、あなたに必要な備えについてお話ししていきます。幸せな未来へと変える始まりの年にしていきましょう。パーティーの最中に冷静になれるかどうかが分かれ目。破綻というキーワードを聞いて、真っ先に思い浮かべるのは過去のバブル崩壊やリーマンショックなど経済的なことでしょう。過去の事例に学び、右肩上がりの時代でもあるまいし、浮かれてなんかいない、と気を引き締めている人もいるかもしれません。でも、どこかでオリンピック景気や外国人観光客増加のニュースを聞いて、まだ大丈夫でしょ。パーティー中は楽しめばいい。気分が盛り下がるようなことを言わないで、と思っている人もいるのでは。まるでハロウィンで仮装し、街に繰り出し楽しむ気分で。確かに景気がいい業界もあるでしょう。でも景気が良くて金銭感覚がいつの間にか狂ってしまうことで、破綻する例もあります。それは企業も個人も同じ。また、昨今は仮想通貨、暗号資産の登場や、さらに政府によるキャッシュレスの推奨で、お金というものが何か、その実態さえわからなくなっています。自分は景気の良い業界で働いているわけじゃないし、金銭感覚は狂っていないから大丈夫、という人も、
カードで買い物をしているうちにいくら使ったかわからなくなった経験はありませんか？景気の良し悪しに関わらず、現実が見えなくなり、歯止めが効かなくなるようなことは誰にでも起こりうるのです。ブームに乗って、お祭り騒ぎをしているときは楽しいでしょう。でもハロウィンが終わった後は、街に散らかったゴミを片付けなければなりません。その後のことも考えなければならないのです。パーティーイズオーバー、パーティーは終わった、という時は必ず来ます。大きなイベントがあるなど華やかさが目立つ時ほど、冷静に、理性的になることがとても重要です。ちょっと待てよ、こんなに流行っているけど乗っちゃっていいのかな、と、ほんの少しでも違和感を抱いたなら、その感覚を大事にして。それができる人は自分を見失いません。ブームの最中にあっても、割り切って楽しむことができるでしょう。例えば絶対に手の届かない存在だと分かっていて、疑似恋愛を楽しむようにアイドルを応援する。テーマパークに行っている間だけ、夢の国を楽しむ。そうしたことは一つの割り切りであり、日常と非日常のメリハリをつけるための一種のコントロール術です。冷静な自分を保っていれば、周りに流されることなく、自分にとっての本当の幸せを見つけられます。自分が本当に望むことが何かも、きっと賢明なあなたは、地道に生きている人にとっては恐れることのない年だということに、もう気づいているのでは。江原、ひろゆきスピリチュアリスト、オペラ歌手。常に時代を見据え、時に厳しくも愛に満ちた言葉でメッセージを伝える。曲、お祓い箱、勝者感が好評発売中。アンアン、2020年1月1日マイナス8日合併号より。写真、小川智ヘア&メイク、渡辺和代、ヘアーメイクWズ、イラスト、岩上彩子文、八島美希、バイアンアン編集部。